こんにちは、今回はミニチュアサイズでカンカン棒を作ってみたので紹介します。これがベーシックなタイプになるんですが、こうやって、加工して小物にしたりとか少しデザインをアレンジしてみぐるみにかぶせたりと意外と楽しめるので、ぜひ作ってみてほしいなと思います。今回もこの表を作ったので、この表を元に編んでいきます。使用するかぎ針は5号、そして、糸は、ホットニート S の今回13番、この緑色の糸を使って説明していきます。今回の表はこんな感じになっています。サイズがここですね。幅が約5センチ、高さが約2センチ、幅っていうのはこのつばの部分のここからここ、この円のこの直径ですね、直径が約5センチ、高さが約2センチになっています。まずは1段目細編み6回、輪の作り目の中に細編みを6回編み入れるところから編んでいきます。まずは輪の作り目をして、ここから鎖編み1回で立ち上がりを編みます。そしてこの輪の中に細編みを6回編みます。1、2、3、4、5、6、6回編んだら中心を絞ります。動いた方を引っ張ってキュッと引き締まったら、かぎ針を戻して、細編みの1個目、ここですね、ここに引き抜きます。これで1段目の完成になります。続いて2段目を編んでいきます。2段目は V ってあるんですけど、これは細編み2回の増し目という意味にしているので、全ての目、1段目の全ての目に2回ずつ細編みを編んでいきます。まずは鎖編み1回で立ち上がって根元から、ここから1回、もう1回、根元に2つ細編みを編み入れました。次の目にも2回、1、2、そして同じように残りの4つの目にも2つずつ、細編みを編んでいきます。最後の目まで2つずつ編んで、2段目の一番最初の目に引き抜いたところになります。これが2段目で、続いて3段目を編んでいくんですが、3段目は鎖編み1回で立ち上がって根元から1、増し目1、増し目を繰り返します。鎖編み1回で立ち上がって根元に1、そして次の目は V なので増し目、1回、もう1回、残りの目も1、2、1、2と全て繰り返してこの目まで編んでいきます。3段目まで編めました。こんな感じになっています。続いて4段目、4段目から7段目は増し目なし、ここに、ただし4段目は筋編みと書いてあるんですが、4段目は鎖編み1回で立ち上がってこの鎖が見えているんですが、向こう側だけをすくって増し目なしで細編みを1個ずつ編んでいきます。最後の目まで編んだら一番最初の細編みの頭に引き抜いて4段目が完成になります。ここにぐるっと筋ができました。そして、筋編みは4段目だけで、あと5、6、7段と、増し目なしで、細編みを編んでいきます。
7段目まで、増し目なしで編んできました。今はこんな形になっています。そして続いて8段目、8段目は、1を2回編んで増し目、1を2回編んで増し目というのを繰り返します。1、1、2、1、1、2という感じになっていて、ただし8段目は鎖の手前1本だけをすくうと書いてあります。4段目は鎖の奥側1本だけをすくったんですが、今度は手前1本だけ、まず鎖編み1回で立ち上がって根元から、1、1、2ですよね、この鎖の手前こっち側です、ここだけにかぎ針をこう入れて1、1、次の目で V なので2回1、2、続きの目も手前この鎖ここだけを拾いながら1、1、2というのを繰り返して編んでいきます。最後の目まで、鎖の手前1本だけをすくいながら編んで、そして最初の目の細編みの頭に引き抜き編みをします。これで8段目の完成です。次の段で最後になります。9段目は、これですね、1増し目、あとは1を3回増し目を繰り返します。目の数はすべて30目、合計30目になります。9段目は、鎖編み1回で立ち上がって根元に細編みを1回、そして次の目で2回1増し目、そして続きは1、1、1、2を繰り返します。1、1、1、2、残りの目も1、1、1、2、1、1、1、2というふうにぐるっと最後のこの目まで編んでいきます。最後の目まで編んだらチェーンつなぎでつないでいこうと思うので、糸始末の分だけ糸を残してカットして、ここからとじ針に通します。あとは裏側に目立たないように、通して根元でカットしてもう完成です。あとは好きな飾り付けをしてもいいですし、最初の方に出したように、これ、セリアで買ったこのなんだチャームっていうのかな、これ金属なんですけど、これを、手持ちの丸カンだったりこういう金属のパーツをつないでこんな風にしてみました。あとはこれは、増し目なしの段の最後なんで7段目ですね。7段目だけ色をオレンジに変えて、あとは以前紹介したコットン糸を裂いてちっちゃくお花に、お花モチーフを編んだものをつけて、飾ってみたものになります。あとはもう何でもこういうリボンで
ですね、リボン系を巻いてあげても可愛いと思います。こんな感じとかですね、いろいろ楽しめるんじゃないかなと思います。それとこのひよこちゃんのこのほっぺの、これここはどうなっているんですかという質問をいただいていたのでお答えしたいと思います。前回の動画の最後でもちらっとこの糸が映っていたと思うんですけど、ちょっとこれどこで買ったか忘れてしまったんですが、だいぶ何年も前に買っていたこういうふわふわのピンク色の糸をとじ針に通して、そしてこの目の斜め下ら辺にぐるぐると二重にして、で糸端は両方の糸端をこの辺後ろ側で同じ穴に出すようにして片結びを2回して、で結び目をこの中にポコッと入れ込んで隠しているだけでとても簡単にできています。それもよかったらやってみてください。以上、今日はミニチュアのカンカン帽の編み方の紹介でした。以上になります。ありがとうございました。